善行寺に来ております。福井から越してこられた由緒あるお寺です。柏葉紫陽花です。北米原産、名前が付けられたようです。現在何種類カウスですと、まあ、500ぐらいはあるか。特に珍しいっていうような紫陽花もあります。珍しい品種が出てきますので、そんな割に紫陽花は手がかからないんです。したのは最初はこの豪荘をしたお墓がなくなったところへ株分けして、深い森に覆われたり少なくなりました。咲いてるアジサイっていうのも、もともと半日陰の方がいいよ。出入りが大変なんでしょうね。春の雪芸の時、皆さん来てきれいにしてくださいますし、その中悟ったり吐いたりしてってくださいます。見えますけどね。あ、そうですね。いつも季節に合った綺麗な青でいいですね。かっこいい時代です。4月1日会になりました。昇善寺ダムのこうした林の中にがあります。皆さんも一度ここ